はいどうも、今日もいいテーマとでやっていきましょう。チャンプルーです。はい、15年前博士使っていこうかな。どうしようかな。相手また博士にしたジジイの老人会みたいになっちゃうからな。ちょっと前のパートと被るんだよね。というわけでね、あと博士は着る服がなかった。これしかなかった。ゼブラジャケットとこのタイクーンスーツだっけ、こういうやつしかなかったから、はい、許してください。これでいきます。博士の15年祝いは、博士の15年祝いってなんか違うな。博士って何歳なんだろう。博士って何歳だろうね。多分ね、あれだよね、60歳は超えてるよね、さすがに。この見た目だぜ、この見た目だぜ。60歳は超えてるよね、多分。はい、OK、落としたかな。よし、OK。やめてー。あのね、博士がさ、スピードキャラに勝てるわけないでしょ。はい、OK。あれ？あいつ、雷解除されてる。危ねえ。鉄打つな、ジジイの。老人はいたわってあげないと、こいつただでさえ腰痛めてそうなのに。ただでさえさ、腰痛めてんのにさ。こいつ、パチンガ、このおじいさん、パチンガの玉出すのさえ渋ってるぞ。ああ、ほんと、雰囲気ならいいな、こいつ。死にやがれ。オッケー、殺した。こんなんで使えんな。甘えてんじゃねえ。ダメだよ、博士はこれからだよ。甘えたらダメなんだよ。老人をいたわれということは一体。さあ、2バトル目やっていこう。ちょっとヒロキから殺していこう。ボキュー。おっと、オッケー。博士のね、このメガトンハンマー連発攻撃がマジ強い。博士はアフロ連発でいいよねって俺は勝手に思っちゃってる。はい、オッケー、バイバイ。なんだ、目の前で UFO 乗り上がって撃ち落としてるお前。はい、ダブルバレル。サル UFO 弱いから。サル UFO はね、あれはアスレチック B 準決勝のラストをショートカットするときにしか使えない。まあ、トップバスター取って撃ち落とせば終わりだけど、結局弱いんだけどね。おっと、設置床爆弾にやられたわ。
おう。このチャキっていう音で聞き分けて、もうガード入れておかないと撃たれるからね、もう。あれガード入れてなかったら、おうって言うから。ほら。オッケー。ナイス。おい、来い。あー、撃ってなかった。おい、やべ。博士ってさ、サンダーすぐ切れるよね。あー、死に残ね。弾切れた。オッケー。今ね、振り向いて撃った弾が当たったって感じ。視聴者のみんなにはね、見えなかったけど、まあ自分もね、見えなかったけど、最後なんか撃ったノーマルのね、弾が見事ピコサルに命中して死んだ感じかな。はい、まあグダグダだったけどね、博士はこんな感じでお祝いしていきました。ではご視聴ありがとうございました。